弱。強い。発生 3?3 だっけ多分3。で、普通に連打したら100列になって、まあ、パーセントが結構高い。し、長押しすると、膝蹴り発生するけど、まあ、普通の弱だね、言うても。まあ、100列がちょっと気持ち高いかなぐらいの。で、まあ、一応寿命がある。そうだね、死ぬっていう。崖足だと、ま、こんぐらいで結構死んでくれるから、まあ、崖狩りとかでね、ジャックをこうやって置いとくと、このぐらいのパーセントになると死ぬっていう。横強。普通の横強だね。まあ、展開はいい。低く飛んでくれるんで、展開はいいが、まあ、特にこれといってめちゃめちゃ強い要素があるわけではない。まあ、強いて言うなら、また例によってこれシフトができるんで、あ、また危ないね、これ。ですからね、シフト。まあ、シフト、上シフトが結構高めに出てくれるのはいいかな。差し合いで、小ジャンプから差し込んでくる相手とかに、割と当たりそうな感じはする。結構上の方に蹴ってるからね。下は、崖に当たんないなら使うことなさそうだけど、結構でかいよね、こう見ると。ファルコンの身長より高いぐらいの相手蹴ってるから、この横強。上シフトは強いんじゃない結構。上強。これはね、ちょっと難しいね、使いどころが。メテオだね。メテオになります。地上にいても、空中にいてもメテオになる。まあ、地上メテオなんで、もちろんコンボとかいけるんだけど、まあ、こういうね。これも当たらないけど。まあ、こういうのにいけたりとかするけど、何に使うんだろうこれ。もう死なないんだよな、別に。あ、ちょっとでも。あんま使わないかな、正直。次。下強。これはまあ、強い。まあ、あれだよね。いわゆる発生がちょっと遅い代わりに後継ぎが少ないタイプの技ね。ワリオの横強とかと一緒ね。簡単とかガードさせて、あんま、突きかられないですね。で、まあ、ベクトルが低いんで、まあ、展開もいいし、崖足とかでね、当てると、まあ、もう、気が結構困難になるかなっていう。まあ、結構いい技だね。飛ぶし、普通に。こんなんで飛ばされたらもうきついからね。まあ、一番はやっぱ撃墜シーンで、まあ、崖足で、たりとかかな。崖つかまりはね、当たったっけな、これ。当たんなかった気がするんだけど。当たる？当たるか。場所によるか。根元すぎると当たんないんだっけな、確か。うん。ちゃんと先端じゃないと当たんない。DA、タックル。コンボ指導かな。ドンキーコングみたいに、持続当てと本当てがあって、持続当てすると、まあ、コンボに。いけるっていう感じですね。連続ヒット数は繋がってないけど、展開はめちゃめちゃいいんで、まあ、当てればターンは始まるかなっていう印象ですね。まあ、コンボとかにもね、使うかな。こういう。まあ、相手のキャラによるけど、下投げ DA とか、使う相手が来るかな。めぐない。めぐないっす。この技は。ガードストップが技、長い技、めくらないガチ。このゲーム。DA のガードストップ長い技。めくらないガチ。もうちょいか。うん。まあ、こんな感じで、撃墜します。まあ、ほかほかなしでこのパーセントで寿命なんで、まあ、ベクトルもね、上なんで、まあ、どこでも当てれば撃墜するっていう感じなんで、まあ、結構悪くない。最終的に寿命でこれで撃墜するときは、まあ、多分ある。どこかで。横スマ。まあ結構飛ぶね。結構飛ぶんで。まあ、横スマって感じだな。もう悪くないね。飛ぶっていうだけで、まあ圧にはなるからね。うん。まああとまあシフトがね、できますね。また例によって。終了。次、上スマ。飛ぶ。そしてパーセントが高い。なんと 25.2。なんと、ガオガイの横ビーと一緒。このパーセントの高さ。そしてこの吹っ飛ばし。上スマッシュでこの沸騰者はね、なかなかすごいね。結構大変なことになるよね。
見てけど、なんかめっちゃパーセント入んなかったよ。あ、本当てだ。両方本当て。なかなかないけど。31.2。上の方に当たると。見るとね、わかるけど、普通にジョーカーの大ジャンプとかにも全然当たってるぐらい。まあ、高さ自体は結構あるんで、まあ、意外とこうやってパドスと相手の大ジャンプとかに当たって、まあ、大事故が起こりうるっていう可能性はありますね。あとはまあ普通に横に判定が結構広くて。なんで、まあ、意外と横で打っても、まあ、拾ってくれる。パナシが結構当たってくれる。で、まあ全体フレームも短くて、まあ、振り終わった後結構すぐガードが荒れて、全体フレームが短くて、まあガードされた時とかに、まあスマッシュとかで反撃されるのかって言われたら割とそうではない。まあ掴みとかはもちろんされるだろうけど、まあでもそんぐらいで済むっていう。ゲッチみたいな感じだよね。まあ、全体フレームが近すぎてコンボが繋がるっていう。まあ、とはいえ、序盤でこれを振ることはないと思うけどね。次、下スマ。前後ろ型。マリオとかと一緒で。まあ低い。ベクトルが低いんで、まあ当てれば、まあ、結構強い。で、また例によって後ろの方が強い。まあマリオとは違って発生がね、早いわけじゃないので。まあ置き攻めかな。まあ、ちょっと低く飛んだ時とかに、まあ、こうやって置き攻めで下スマ使ったりとか。まあ、角度がね、低いんで、相手のその場上がり読みとかで、貯めといても、まあ、結構強いかもしれないけど、まあ、あんま使いどころないかな、言うても。クーエヌ、神。まあ、着地スキーが少ない、まず。F だけ ?7? 8ぐらいか。いや、覚えないな。覚えてない。そんぐらい。で、まあ、結構用途が、いろいろあって、まあ、二段技なんだけど、まあ、まず一つ目の用途は、もうコンボだよね。真下投げ、クーエヌとか。下投げクエンドとか、まあ、これコンボで使う。で、もう一つが、この、二段技の一段目を当ててコンボに行くパターン。まあ、一段目を当てると、まあ、相手がね、ふわーって浮き上がるんで、まあ、コンボ指導として使うと。まあ、これを使うと、まあ、50とかだよね。こういうので、まあ、クエンドから膝とかが、つながるっていう話ですね。もうちょいか。当たり所によってね、結構、なんか飛び方が変わるんだけど。まあ、だいたいこんな感じ。二段目もかなり強くて、二段目も、このまあ、一段目当てるとこういう風にコンボいけるって言ったんだけど、まあ、二段目も、まあ、普通に、投げとか逃げるんだよね。当てると、こうやって。だから、このクエノがめちゃめちゃ強くて、まあ、一段目のこうやってクエノを当てに行くか、二段目のタイミングでね、当てに行くかみたいな、行動ができるっていう。話ですね。まあ、空前から行くか。空前、膝。本当て、根元。根元が本当てなんで、根元が、まあ、はちゃめちゃに飛ぶ。まあ、崖足やったらもう65とかで、全然、撃墜しちゃうぐらい飛ぶ。まあ、意外とね、隙がめちゃめちゃ長いわけでもないんで、まあ、意外と離しても、強いっちゃ強いんだけど、まあ悪くない。前作はね、着地クーエから繋ぐのが多かったけど、今作はクーエヌから繋ぐことが多いですね。全体フレームが短いわけじゃないんだけど、これめちゃめちゃ持続あるんですよ。膝の重てって。ほら、わかる?持続が鬼えげついんですよ。重ての持続っすけど。本当ては持続ないんだけど、重ての、この、持続がめちゃめちゃに長いんですよ。なんで、まあ、例えば、復帰阻止とかで、こうやって降りながら、こうやって帰ってくるとか、もう一応できるっていう感じかな。まあ、ほら、こういう感じで、カッサー手がね、意外と復帰阻止で使えるっていうのがありますね。クーウェ。まあ、強いね、このクーウェは。まあ、全体フレームも発生も悪くないし、コンボもね、繋がるし、まあ、クーウェからクーウェがね、繋がってくるんで、多分。空上から空上が繋がるんで。まあ、こういう感じで。まあ、リターンも高いし、コンボに使うかな。地上の相手にもね、まあ、一応当たるけど、まあ、ちょっと当てづらいんで、まあ、あんま、繋がないかな。まあ、コンボしろ、コンボパーツかな。下投げとか、まあ、DA からとか、まあ、あとは普通に発生が早いから、着地狩りでも強いし、火力もね、高いんで、コンボに使って強いですね。かなり。こんな感じで。
いい技だね、これは。クした。まあ、メテオだね。判定がでかい、まず。下にでかい。まあ、こいつの急降下の速さも相まって、もうジャンプのさ、ジャンプ上昇中とかで打って、急降下入れると、こうやって当たってくれるんだよね。そのぐらい判定が結構でかい。でも当たるとね、まあ、当然、まあ、横スマとか、まあ、膝とかに行けるんで、まあ、リターンは高いね。まあ、膝とかに行かなくても、まあ、さっき言ったクーウェクーウェとか、まあ、投げとかもね、序盤だったら投げとかもいけるんで、まあ、どのパーセントで当てても結構リターンが高い。胴体、体の部分に、なぜかとんでもない吹っ飛ばしがついているので、これね。ボーンじゃないよ。空母。強い。まあ、全体フレームは短いね。まず。で、この技も、持続がね、かなりあって、まあ、傘手がね、あるんですけど、持続がね、めちゃめちゃ長いです。空母の中では。なんで、ここ持続が長いのに、全体フレームは短いんで、復帰阻止とかでも全然使えるし、立ち回りでも強い。まあ、もちろん当ててね、コンボに行けるのはあるし、こういうのも繋がってるんで、投げも当然繋がりますし、まあ、立ち回りでも使うね。で、ベクトルもね、結構低いんで、当てた後の展開も悪くないし、撃出力もね、結構あるんで、まあ、100とかあったらもう全然、こんぐらい飛んでくれるんで、まあ、いい技だね。空合って感じ。NB。弱い。ひたすらに弱い。一応振り向けるんで、振り向いた方がまあパーセント上がるんだけど、弱い。当てるとね、こんな感じで飛ぶんだけど、普通に横スマホールドの方がパーセントが高いんですね。同じぐらいですね。横スマホールドと。なので、ガードブレイクしても、使わない恐れがありますね、これね。はい。横 B。もうこれは強い。うん。コンボしようっすね。コンボがもう0から、こういうのが繋がるし、70ぐらいまでかな。繋がってくれる気がするね。このぐらいまで、もっとか。固定吹っ飛ばしたからもっとやな。100でも繋がってくれるか。あ、撃墜してるわけじゃないけど。横 B クーウェイが、どこまでも繋がってくれるんで。ガードされてもね、隙がないんだよね、この技。ほら。拳振り上げてさ、すぐガードがシュッて出るから。まあ、結構強いね。リターンが高いんでね、やっぱ。素晴らしく強い。なんかね、ファルコンがね、結構遠目でロックオンして、ガードに触るせいで、ガードした後の距離が遠いんだよね、この技。だから、隙もあんまりないし、ガーキャン掴みとかも、まあ、届かないんだよね、この技。まあ、こういう距離でさ、いきなりこうやって打ったら密着なんで掴めるんだけど、それこういう距離で打っても、結構そのロックオンが遠いせいで、まあ、ガーキャン掴みとかが届かないっていう。だから横火で差し合いとかで適当にパナしても、割と強くて、まあ、外すとね、ドターンであって結構隙が長いんで、まあ、外すとね、まあ、大変なことになるんですけど、まあ、外さなきゃね、まあいいっていう話ですね。横火を打って、敵をロックオンしたとき、この、あ、敵いたっつって、このファルコンが敵をロックオンした状態のとき、ここにアーマーがありますね。うん。スーパーアーマーがついてます。まあ、強いですね。敵と、だから敵の空中攻撃と勝ち合ったときとかに、まあ結構勝てるときがある。空中はね、上じゃなくて相手を下に叩きつけるんで、まあメテオになりますね。で、横 B が、で、手を当てた時は結構全体フレームが短くて、まあ、隙がない。すぐ動ける。上に、このまま着地した時も、隙がない。ので、崖足の相手とかに、こうやって打って、普通にガードできる。まあ、メテオ自体はかなり落とされるんで、まあ、不規則し行くのと、行く時とかに巻き込まれたりすると、大変なことになるかな。まあ、空中版はまあ、腹筋の時ぐらいかな、使うのは。こうやって。腹筋の時に使って、使うぐらいですかね。上に判定を出して、
掴むっていうことができるんで、まあ腹筋とかは使うかな、ちょいちょい。ウェビー強い。まずパーセントが高い、21、やばいっしょこのパーセント。であと数こんぐらいの距離からね、もう普通に掴んじゃう。でこの技ね、発生自体はめちゃめちゃ早いわけじゃないんだけど、いかんせんリーチが本当にやばくて、リーチが長いと結構ガーキャンの時に発生が遅くてもね、それだけ強くて、まあエアスラッシュもそうだけどね、まあ、あとはまあ普通に当然だけどガーフ、これ掴み判定なんで、まあ、万が一ガーキャンが間に合わなくても相手がね攻撃した後にガードしてたら、まあ普通にガーフなんで、まあ、そのまま掴むよっていうのがありますね。これ強い、まあ、腹筋の時にも当然使いますね。復帰の距離もね、まあ悪くない。普通こんぐらいから、ね、届いてくるんで、まあ、このゲームの仕様として、下入力してるときは崖を使わないっていう仕様があるんで、まあ崖の上にね、こうやって立ってて、まあ、ちょっと早めにウェビーとか使うとね、こうやって急に抱きついてくるんで、まあ崖の上で立ってるのも、まあ、結構危険。こういう距離でとかで、ね、突然なんか抱きついてくることがあるんで、まあ、良くないですね。こうやってね。スタビーファルコンキック、まあ、まあパナシ技かな、まあ、一応相手のね体を貫通するんで崖足で打てば、まあ、ラインの回復はできますが、まあ、隙はでかいんで、ね、ガードされれば普通に後隙が変われるが、まあ、いかんせん飛びますねこの後は、うん、飛びます、こう根元が飛びますね。発動して後半部分はねダメージが低い、飛ばないあんまり、こうやってが、この、発動して直後、こんぐらいの距離まで、めちゃめちゃ飛ぶんで、ほかほかなしでこれなんで、まあ、パナシ技として、結構優秀だね。あで、まあ、あと、一応空中で打つとね、まあ、ガンドルフと一緒で、落下型。この辺はね、関しては、まあ、ベクトルが横なんで、あんま強くない。これも先端の方が威力低いが、まあ、これはあんま使わないかな。着手隙がね、もうすごいんで、これ。投げ。まあ、下投げがコンボ指導ですね。まあ、さっきから再三やってるけど、下投げがコンボ指導なんで、下投げはまあ、たくさん使うかな。で、前投げも角度が低いんで、まあ、普通に外に出すときは優秀。外に出すときは前後ろ両方とも優秀。前投げはまあ、激強できないかな。150ぐらいあればまあ、ちょっと見えてくるかなぐらいの感じだけど、そんぐらい。後ろはね、撃墜するんだよね。後ろは結構飛ぶんで、後ろ投げは全然撃墜に使えますね。悪くない。上投げはあんま使わないかな。上はもうほぼほぼ使わないと思われる。別にコンボがつながるわけでもないんで、上はまあ、使わなくていいと思います。